米政府の北朝鮮担当特別代表スティーブン・ビーガン氏が去る1月31日、北朝鮮及び朝鮮半島問題と関連して、ドナルド・トランプ大統領は、朝鮮戦争を終える準備が整ったと明かした。CNN によると、ビーガン氏はこの日、カリフォルニア州スタンフォード大学での講演でこのように述べ、 朝鮮半島の公式的な終戦意志を明らかにした。また、終わったと言及し、我々は北朝鮮に侵攻することはなく、また北朝鮮政権を崩壊に導くようなこともないと強調。その上で、トランプ大統領と私は、 現在が去る70年間の戦争と朝鮮半島の敵対行為を中断すべき時だと確信しているとし、葛藤がこれ以上続く理由はないと述べた。